どうもこんにちは、カキカです。マリオメーカー2やりたいと思います。最初のコースはこちら、高い壁。さあどうしようかな、これ10秒しかなくて、まず考えられることが3歩の横に乗る。いや無理か、3歩の横に乗れないのであれば多分このアリ兵を使っていくんだろうけど、待って、これはこれ壁キックじゃできない、無理か。じゃ、このアリ兵でも踏めないと思うから何かする。ほい。いや、ダメだな。わかん。この3本乗れないかな、乗れないよね、絶対これ。それともこのキラー逮捕の瞬間踏めそうだね、ワンチャンこれ。タイムが1秒って書いてたからね、最速タイム。多分そうなんじゃないかなと思うんだけど。ここ、いや、無理か。お、いけた。いや、無理か。よし、行ったー。多分、このやり方合ってた。やり方合ってたはず。よかった。ありがとうございました。次のコースはこちら。ガモン、鉄球投げないで。ガモンが鉄球を投げたら即終了と。ってことは、下で横にこうやってやってたらいいってことだよね。もう投げてる。やばい。さあ、ここでね、こうしとけば。いやー、待って、違うな、多分やり方。こうじゃなくて、なんか奇跡的に、こうじゃない、こう、来た来た。で、大丈夫。いけるか。あ、ちょっと待って、ずれた。待って、うわー。あ、まずこっち、こっち、右、左、右、ガモンこれ、運動になるよ。太ってるから。待って、嘘。左、マジ？左、右。あー、ちょっと、間に合わないか。来た。よし、行った。やっと行った。長かった。クリアだよね。なんかある、まだ。よし、クリア。よかった。いや、待って、ゴール過ぎた。なんかいっぱいアイテムある。よかった。ゴールで、猫マリオか。ありがとうございました。次のコースは、改造された1の1。改造された1のうち何か違うのかな？上になんかある？なんもないな。たぶん、1アップだけか？まあ、多分これコイン3枚って書いてるから、とてつもなく長い、これ1アップあるんだ。あれ、どか入れないけど、とてつも長い1の1なんじゃないかなと思うけど、コインを3枚取るっていう。鍵コインだよね。で、1アップ取れなくて、これはスターも入ってない。多分これもスターなんじゃないかな。で、クリボーがちょっと多い。いや、いつもの数か。あ、やっぱこう、フラワーないことない。でも、ここに。チャップ。で、これ、巨大マリオかな？巨大マリオに。で、この後、ハテナブロックあって、普通は階段なんだけど、階段じゃないね、やっぱり。何かあるか。鍵ドア、ブラックパックン。あれ、どうやって倒すの？まず、これで多分、フラワーがゲットできるんじゃないかな？あ、これ、キノコ状態じゃないとダメなんだ。やばいね。危ない。ってことは、絶対ダメージを食らっちゃいけないね、これ。変わってないよね。キノコ取っても大丈夫。キノコは敵じゃない。で、これフラワーやっといて、多分あそこのね、会議の場所に行けば大丈夫だと思うんだけど、危ない。これノーダメージってことか、要するに。いや、待って、上から行ったら間違いか。いや、危ねえ。上から行かない方がいいね、これ。で、冷静に倒しておいて、で、これで1枚ゲットできるもんね。ある意味、ノーダメージでここまで来いってことが、なかなか難しいな。意味のない1アップゲットして、で、次が多分巨大マリオだと思うんだけど、ただ、ブラックパックあれか、ハイヒールか。靴マリオだったっけ、あれを使うんじゃないかな。あ、で、次ここか。ここ入って、ノーダメージじゃないとダメ。クリボーがめっちゃ強敵に見えるけど。そうだよね、巨大マリオだよね。行きましょう。巨大マリオって言っても、ニューマリみたいなマリオじゃないから、すぐダメージ食らっちゃうっていう。破壊はできるんだけどね。あ、でも、ニューマリの巨大マリオは土管も破壊できるから、もう全然破壊力違うけど。で、マリオメーカー3には巨大マリオ追加してほしいな、個人的に。で、おいい。いいよ。ファイヤーマリオと違って飛び道具がないから、ちょっと難しいね、ちょっとだけ。
ぱりちょっとむずいな、ここ。あぶれ。いや、音遊びで危ない。マジで。あぶ、え、これ壊せんの？マジ？よし、取れた。で、多分ここも食らっちゃいけないから、あぶね。よし、で、次がラストかな。ここが一番難関だったと思うんだよね、これが。入れるよね、よし。多分最後はハイヒールじゃないかな。あれ違う？キノコ？ん？あれ？これ食らって、あ、そうだ、靴だ。これでもいけるんだ。これヒップドロップしたら、倒せんの？靴で。強っ。強いな、そりゃ。これ食らっちゃいけない。サイズが合ってないけどね、マリオ。これ。でかすぎて、靴が。合ってんのかな、これ。で、ここは、ちょっとむずいけど、操作が。こうやって踏んでいけば大丈夫。で、1アップももうなくなってる。あ、そうか。巨大マリオで破壊したから、なくなってんのか。これは上から行っても大丈夫なんじゃないかな。危ない。よし。で、多分これは、ツタばっかり、危ねえ。マジで危ない。死んだら相当きついよ、エリノシ。よし、ここまで、なんかサンボなんていたっけ？え、いたの？え、怖っ。さっきまでいなかったような気がするんだけど。でも、ここで来るんじゃないか、そろそろゴール。はい。よし、いいよ。確かにもう1の1じゃなくなってもね、改造で。ほい。来た。で、これで、どうするんだ？もう、どこ入ってもいいのかな？上はなんかある。ないかな、もう。あ、中間来た。ゴールか。よーし。ありがとうございました。もう全然1の1じゃなかったね。改造されてて。次のコースは、マリオとクリボーのコースだね。さあ、クリボーを手伝っていけと。マリオとクリボーが仲、ああ、そういうことか。仲いいってことね。まあ、だって、いや、でも待って、マリオの方が先なんだよね。登場はクリボーより。でもまあ、スーパーマリオブラザーズだったら、クリボーとマリオは同期。だからね。で、ここは、クリボー、ちょっとクリボー足遅いね、やっぱり。で、行って、バネ使って、これマリオが、あ、待って、危ね。これすぐバネ起動しちゃ危なかったか。で、ドッスンいて、いや、ドッスンは別に仲間じゃないけどね。で、ここは待って、あー、もう何やってんの。さあ、帰ってきました。ここを出してもらって、やばいやばい、早い早い。で、ここで、ボム兵？どうしよう、これ。あ、爆発か。ボム兵がどうなるのかなと思ったけど。で、ここは、ツラ落とし、待って、危なくない？これ大丈夫。よし。クリボー死ぬかと思った。危ねえ。で、これは出しといて、いや、これ積むじゃん、クリボー。危な。ちょっと急がないとね。で、待ってくれ。中間。よしよし。ワンチャン積むのか、クリボー。危ない。で、次なんだろう。なんかあんのかな？え？あ、クッパに。まあ、元キノコ王国だもんね、クリボーって。一応ね。だからこれ、キノコ王国のクリボーなのかもしんない。これ、耐久だね。クッパもでもクリボーのこと愛してると思うけどね。で、これ、あと耐久するだけ？もう起きないけど。あ、行った行った、よかったよかった。で、これでクリボー助けて、恩返しが帰ってくると。クリボーの恩返し。あれ、なんもなかった。なんもなかったけど、クリボーの恩返し。いや、まあ別に恩返し欲しいなんて思ってないけど、あ、クリボーどっか行った。上に行ったじゃん。あれ、クリアか。よかったよかった。ありがとうございました。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。